熊野市小学校、大野小学校の児童の皆さん、そして大熊中学校の生徒諸君、皆さんの日頃の行いが大変立派なので、今日はこのような素晴らしい天気に恵まれました。私たちもこの度の震災で災害で多くのものを失いましたが、人の情け、そして心の温かさに触れ、多くのことを言えることができました。運動会は、まあ、運動会という形式はとってますけども、これまで子どもたち、まあ、我々含めて子どもたちがたくさんの皆さんに お世話になっている、その方々に対する感謝の気持ちとか、あと、まあ、これだけ元気で明るく頑張っているんですよということを皆様にお見せする、そういうことが大きな目標の一つ、目的の一つにありますので、子どもたちそれに応えて元気いっぱい精いっぱい一生懸命やってくれてると思います。やっぱり運動会も最後なので、やっぱり自分としての締めくくりにもしたいし、やっぱりみんなを太鼓でしっかりリードしてあげたいっていう気持ちもあるので、やっぱりそこのところはしっかり気を引き締めてやりたいと思います。